テレポ。先ほどの閣議において2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念会に関して第3次分の会の図柄を定める政令についての決定をしております。これまで発行した額面1万円、1000円、100円に加え500円の記念貨幣を新たに発行することとしております。この500円の記念貨幣は第4次分として発行することで、この表面の図柄等々につきましては大会の一層の機運醸成を図る観点から初めての試みとしてインターネットによって、などによる投票により決定することとしております。詳しくは事務方の方から聞いてください。幹事社日経新聞です。すいません、金融審議会の市場ワーキンググループの報告書に関連してですが、金融庁自身が老後の資産形成として1500万円から3000万円が必要になるとの独自の試算をまとめていたことが報道されています。4月12日のワーキンググループに対してこれが提出されていたとのことですが、受け止めをお願いします。これは今あった話はこれは最終報告書じゃないよね。途中経過の話を拾い出してきた話を今あなたが喋っている話だね。間違いないですね、はい、この資料は退職後の支出と収入について一定の仮定を置いた上で、仮にそのような生活を行った場合にはどの程度の資産経営が必要かなるかについて資産を行ったもので、資料に掲載されております通り一律に個人にとって必要な資産形成額を示したものではないと承知をしております。いずれにしてもこうした国民の皆様に誤解や不安を生じさせないということに関しては丁寧な説明議論をしてまいりたいと考えております。それでは各所お願いします。黒板竹本です。いつもお世話になります。来週末大阪サミットありますが、世界的な米中会談あるのかどうかと、あとその話がまとまるのかですね、非常に注目されているんですが、大臣として期待と懸念とですね、あればお願い、あと日本経済への影響があるのかというところでお願いします。そうですね、キム・ジョンウンという人とシー・ジンピンが会うという話は正式に決定されたんですかね。あれ正式ですか。あれとなるとその前に現れるということであれば、それを背景に、そうですね、中北朝鮮というのをバックに米中の会談をしようとするようにされるんだろうね、多分。それにどう反応が出てくるか、ちょっとその段階で、今の段階でどういう段取りになっているか、米中間の話なんで、よく分かりませんな、そこのところは。その上で、日本との関係がどうなるか、その日本との関係で中国が、今のような話になっていくと、世界の工場というイメージがなくなっていくんだろうね、多分、長い目で見ると。そうすると、随分今中国からベトナムだミャンマーだいろいろバングラだいろいろこう工場が出てってるように見えますけれども、ちょっと詳しくそこがどれくらい何社が出てったかは知りませんけれども、そういった形になると一時期は影響するだろうね。その移転時期の間とか移転しちゃえば今度そこからの話になりますので、大した影響はないということになると思いますが、ね、一時期そういったものに混乱が生じたりする可能性はあるかなと思いますけども、短期的にはそういう面があっても中長期的にはそういった影響は収まっていくところに収まるんじゃないかしらねという感じはしますけどね、ちょっとこれは分かってる人いないと思うよ。残り1問でお願いします。
テレビ朝日の松本です。冒頭の質問にちょっと戻ってしまうんですが、その2000万とか、今回で言うと3000万とか、そういう数字が出てくるたびに国民はやっぱり不安を感じる方も多いと思うんですけども、大臣としては2000万だろうが3000万だろうが、そういう試算にあまり意味はなくて、政府としては年金で十分賄えるという考えにお変わりはないということでよろしいんでしょうか。基本的にはその通りですね。少なくとも自分の家族と住んでて、もしくはローンが払い終わってて、とうとういろんな人によって違いますからね。その人によって65歳か一日食費がって言うけど、65歳の人の食費と90歳の食費と同じかよってこれって聞かれたある高齢者の方がおられましたんで、アホなこと聞かれてんじゃないよなんて言われたんで、ああなるほどなと思いましたけれども、人によって世代によって消費費の仕方も変わってこられますから、一律平均を出してしまうという意味がどれだけあるのかという点に関しては、確かに問題があることは確かだろうとは思いますね。ですから、いずれにしても安易に形でいかにも5万円不足してましょうとか、2000万円ないと大変なことになりますよと受け取られかねないような表現になっているところに問題があるんじゃないかと。だがって私どもとしてはそういった話を置いとくと、なんとなく政府はそれをそのまま公認しているからという話がまたまたなっていくということになりますので、私どもとしてはそういったものは政府の基本的な考え方と違うから、その提言等々は受け取れませんという話をさせていただいて、その資料を参考にはしない、平均ですからそういったものは参考にはならんなという感じがしてますけど。